私の名はイグマ大作、今年で54歳になる医師だ。旦那様は余命3ヶ月かと。え、先生、嘘でしょ。時にこのような厳しい通告をしなければならない。そんな私にはもう一つの顔がある。ほう、こんな病気が見つかったのか。なんと面妙な、理解不能な世界中の病を調査する奇病研究家としての顔だ。研究を始めてもう20年になるが、未だに奇病への興味は尽きない。よし、直近の研究成果をまとめるか。君たちにもいくつか紹介しよう。嘘のような本当の奇病をね。最初はこれだ。布団が布団だ。おっさんが寒いギャグを言ってるだけに見えるだろう。実はこれも恐ろしい病気なのだ。この病気は遊戯症と呼ばれ、もっといいシャレ、いいなシャレなんつってん。ダジャレやギャグに依存してしまうという奇病だ。しかも全然面白くないんだ。しかも彼らは自分のギャグなら何でも爆笑するくせに、この芸人本当面白いよね。つまんね。他人のギャグで笑うことは決してない。遊戯症の原因は前頭葉の損傷とする説が有力だ。彼らは前頭葉と快楽中枢の信号が狂っているため、複雑な笑いは理解できなくなります。脳障害の一種なのだが、くだらんダジャレでしか笑えないなんて恐ろしい病だ。次はこれだ。頭内爆発音症候群。もちろん頭が爆発するわけではないのだが、日常生活が全く成立しなくなる非常に恐ろしい奇病だ。寝ようとしてる時などに発症すると地獄だ。なんせ頭の中に突然壮絶な爆発音が鳴り響くんだからな。さらに最初の爆音の後、体の芯まで響く不快な振動が続き、うるさい、目の前がチカチカする、顔面に強い光を当てられているかのような眩しさを感じるという。原因は音の処理に関係する神経系が誤作動を起こし一斉にオンになるからだという。何の予告もなしにいきなり音量マックスにされたらたまったもんじゃない。次の奇病は腸内発酵症候群。うまい、やっぱ日本人は米だよな。この病気はパンや米などの炭水化物を体内に入れることで発症する。その驚きの症状とは、そう、炭水化物を自分の体内でアルコールに変換し、酒を飲まずとも酔っ払ってしまうのだ。酒好きの人間なら羨ましいと思うかもしれんが、うわ、頭が痛い、うつか酔いだ、昨日も今日もずっと調子悪い。毎日のように重度の二日酔いになる。あの重い頭痛と人生付き合うんだ。次の奇病はアレキシサイミア、別名質感情症だ。その名の通り感情をなくしてしまう奇病だ。質感情症は自閉症の症状の一つだ。感情を表に出さないのではなく、本当に何も感じなくなってしまうのだ。感情の欠如という共通点からでサイコパスと混合する者もいるが、やめてやめて、君死んでくれた方が都合いいんだ。サイコパスは良心が欠如しているだけなのに対し、質感情症は何にも心を動かされない。なあ、あいつを殺した方が効率的だと思わないかい？知らない。ただひたすらに無なのだ。原因は右脳と左脳の連動がおかしいため、見聞きした情報を処理できないためとされているが、確かな原因は今も分かっていない。最後は外国語用アクセント症候群か。ある日突然言葉のアクセントが変化してしまう病気だな。あ、そろそろ帰らなきゃ。じゃ、また明日ね。例えば東京生まれ東京育ちの彼女が発症した翌日、毎度おきに。え、急にどうしたの？何が？いつも通りやん。急に関西弁になっている。そんな病気だ。これまでのものに比べると平和的な奇病だと思っただろう。ジョージ君のことめっちゃ好きやねん。だがそれは大きな間違いだ。人の話し方というのは強い個性を放っている。ねえ、最近あの子おかしくない？ちょっと怖いよね。それが一夜にして変われば、周囲の人間は不安や不信を感じてしまう。自覚症状もないうちに周りから不気味がられ、気づけば一人になっていたなんてこともあるかもしれない。ある意味一番恐ろしい病気かもしれんな。今日は5つしか紹介できなかったが、少しは奇病に興味を持ってもらえただろうか。機会があればまた奇病の世界にご招待しよう。世界にはまだまだ不思議な病が5万とあるのだから。